ラボエームは、ジャコモ・プッチーニの作曲した四幕オペラで、最もよく演奏される、イタリアオペラの一つである。物語は、アンリ・ミュルジェールの小説、戯曲、ボヘミアン生活の情景から取られた。台本は、ジュゼッペ・ジャコーザとルイージ・リカのコンビによる。プッチーニ自身の台本に対する注文が多く、完成が難航したものの、短編の集積である原作の雰囲気をよく伝え、 オペラ的な見せ場に富む出来栄えとなった。また、登場人物、特にヒロインのミミはプッチーニ好みの役柄となった。同化誌の作曲家レオン・カバロも同時期に作曲を進めており、以後二人の中は剣悪となった。初演は1896年2月1日、アルトゥーロ・トスカニーニの式により、トリノ・レジョ劇場で行われた。初演は、まずまずの成功を収め、 批評家の不評はあったものの各地での再演喉に、聴衆からの人気は次第に高まっていった。舞台上で、ファイフに、トランペットに、小太鼓約1時間45分パリにある、ボヘミアン仲間が暮らす屋根裏部屋、クリスマスイブ。画家、マルチェットと詩人、ロドルフォが、火の気のない部屋で仕事をしている。寒さに耐えかねて、ロドルフォが売れ残りの原稿を暖炉に、くべる。 世界の損失だなどと軽口を叩いていると哲学者、コッリィーネが帰ってきて何も金になることがなかったとぼやく。そこへ音楽家ショナールが食料、焚き木、タバコなどを運ぶ従者たちと共に生きようようと入ってくる。ショナールはこれらをどうやって稼いだかを得意げに語るが誰も耳を貸さず貪るように食料に飛びつく。しかしショナールはワイン以外は取り置いて今夜は クリスマスイブなのだから、皆でカフェもミスに繰り出そうと提案し、一同大賛成する。そこへ、家主のブノアが、見払い家賃の最速にやってくる。ボヘミアンたちは家主にショナールの金を見せて安心させ、ワインを勧めておだてる。家主が酔った勢いで、妻があるにもかかわらず浮気をしていたことを語ると、一同憤慨したふりをして、家主を部屋から追い出してしまう。彼らは家賃になる。 はずの金をカフェもみすでの飲食費として分け合う。みなでかけるが、ロドルフォは、書きかけの原稿があると言って一人残って書き続ける。そこに誰かがドアをノックする。お張り子の耳が、カンテラの火を借りに来たのだが、めまいを起こして、床に倒れ込む。ロドルフォに、解放されて落ち着いた耳は火を借りて、礼を言い、立ち去る。しかし、彼女は鍵を落としたと言って戻ってくるが、戸口で、 風が火を吹き消してしまう。再度火をつけようと、近寄ったロドルフォの持つ火もまた風で消えてしまう。仕方なく二人は暗闇で鍵を探す。ロドルフォが先に見つけるが、彼はそれを隠し、耳に近寄る。そして彼女の手を取り、ハッとする耳に自分のことを詩人らしく語って聞かせる。続いて耳も自己紹介をする。一向に降りてこないロドルフォを待ちかねた仲間が、 まだかと声をかける。ロドルフォは今二人でいる。すぐに追いつくから席を二人分取っておいてくれという。仲間たちは気を利かせて先に行くことにする。まだ愛を確認したいロドルフォだが、耳ミミが仲間と一緒に行きたいというので後を追ってパリの街に出かけることにする。二人の愛情のこもった二重唱で幕が下りる。カフェボミウスクリスマスを祝う群衆で賑わう通りで、 物売りが口々に声を張り上げている。ボヘミアン仲間はカフェに集まり食事を始める。ロドルフォは耳に帽子を送る。そこに、マルチェロの元の恋人ムゼッタが金持ちのパトロンのアルチンドロと共にやってくる。彼女はしきりに、マルチェロの気を引こうとする。マルチェットはそれを意地でも無視しようとするので、ムゼッタはさらに誘惑を続け、アルチンドロはうろたえる。ついにムゼッタは、 靴がきつくて、足が痛いと騒ぎ出し、アルチンドロを靴屋へ修理に行かせる。先ほどからムゼッタへの思いを断ち切れずにいたマルチェットと邪魔者がいなくなったムゼッタは互いに抱き合う。彼らは感情を済ませようとするが、手持ちの資金が底をついている。ムゼッタは自分と彼らの支払いをアルチンドロに払わせることにする。そこへ帰営する軍隊の列が通りかかり、 その見物の喧騒に紛れて逃げることにする。マルチェロとコッリーネは、片足裸足で歩けないムゼッタを抱え列の後を追い、周りで見ていた人々はその息を追おうとした姿を見て、喝采を送る。その他の人々も列の後を追う。全員が立ち去った後アルチンドロが靴を持って戻り、ムゼッタを探す。ギャルソンが彼に感情書きを手渡すと、 アルチンドロはその額に驚き、そしてその場に誰もいないのを知って、その場で椅子に座り込み、第二幕を閉じる。アンフェールモンの市街との関税所前。翌年2月、明け方、衣服行商人が市内にやってくる。他にも様々な商人の行き来がある。居酒屋でムゼッタの歌声が聞こえる。耳が登場し激しく咳込み、居酒屋にマルチェットを訪ねる。 彼はここで看板を描いているという。ミミはマルチェットにロドルフォとの生活がうまくいかない悩みを打ち明ける。彼は嫉妬深く自分に冷たいというのだ。ついにロドルフォは昨夜ミミを置いて家を出たという。マルチェットはロドルフォは宿屋で眠っていると答える。そこへロドルフォが目を覚ましマルチェットを探しに出てくるのでミミは隠れる。ロドルフォは 耳のことを問うマルチェットに、彼女の病気が重く、自分と暮らしていては助からないので、別れなくてはならないと打ち明ける。マルチェットは、影で聞いている耳のことを暗示、彼を黙らせようとするが彼女はすでに、ロドルフォの話をすっかり聞いてしまう。彼女が泣きながら咳き込むので、ロドルフォも彼女に気づき、心配して大げさに言っただけだから心配ないと彼女を慰める。 居酒屋のムゼッタの強制を聞いてマルチェットが店に駆け込む。彼は彼でムゼッタの本当な性格に手こずっていたのだ。二人きりになると彼の配慮を感じた耳はロドルフォに別れを告げる。以前住んでいた屋根裏部屋に戻ること、身の回りの細々したものを誰かに取りに行ってもらうことなどを淡々と語るが、以前買ってもらったあの帽子だけは よかったら私の思い出に取っておいてほしいと別れを言うと、ロドルフォも彼女をいたわりつつ別れの言葉を交わす。二人の歌に並行して居酒屋から出てきたムゼッタとマルチェットが激しく言い争って喧嘩別れしていく。ロドルフォとミミが大一幕最後の愛の言葉を交わす二重唱の一節を繰り返して幕が下りる。再び屋根裏部屋、数ヶ月後、 ロドルフォとマルチェットが仕事をしているが、二人とも別れた恋人のことが思い出されて、仕事にならない。ショナールとコッリィーネが食料を持って帰り、四人はいかにも豪勢な食事であるかのように芝居をしながら食べる。演技に興じて、血統の真似事をしているところに、ムゼッタが血相を変えて駆け込んでくる。耳ミミと戸口まで一緒に来たが彼女は今そこで倒れた。 というので、ロドルフォは、急いで助けに行く。ムゼッタは、金持ちのところで世話になっていたミミが、死ぬ前に一目ロドルフォに会いたいというので連れてきたことを三人の仲間に語る。ミミはロドルフォ、仲間たちとの再会を喜ぶ。彼女をベッドに寝かせると、ムゼッタは、ミミの手を温めるためのマフを取りに、マルチェットは、ムゼッタのアクセサリーを売って薬を買うために揃って、出て行く。 コッリーネは、品種のミミのために、自分の古着を室に入れようと、ショナールを誘って部屋を去る。二人きりになると、ミミはロドルフォに話しかける。ロドルフォが、例の帽子を見せるとミミは喜び、二人の出会いと、幸せな暮らしのことを語り合う。しかしミミは再び気を失い、ロドルフォが声を出すと外で様子を伺っていたショナール、たちが駆け込んでくる。ミ,ミは再び目覚め。 ムゼッタが持ってきたマフで手が温まると喜ぶ。そのまま眠りにつく耳の傍らでムゼッタは聖母マリアに祈る。ショナールガフと耳を見ると彼女はすでに息絶えていた。そっとみなに知らせると、ロドルフォは周りのただならぬ様子に事態を察し、耳の泣き殻にすがりついて泣き伏す。先ほどの耳が歌ったモチーフをオーケストラが強そうで繰り返して幕となる。プッチーには、 ワーグナーのライトモティーフの手法を取り入れ、各登場人物の性格を表す動機を活用している。以下に取り上げる曲でもこの手法が有効に用いられるものがある。ありがとうございます。